夜遊びが全然映ってなかった。いや、これどう捉えるかだけどね、夜遊び。韓流スターの男子。たはは。え？これ、わかるでしょ、これ。韓流スターの踊り。え、紅白見た？紅白見ました？こういうの。あの、わかってよ。あるじゃん、なんか、美人な女たちがさ、死に手を当てて、ここであげる。これな、コードラあるじゃん。見てないの？え、美人な女しかいないから見た方がいいよ。え、見てないの？だからやるんだよ、みんな。いや、マジ。こうやってやんのよ。でもさ、ケンピさ、バキバキ言うんだよね。やるたびに。あんな滑らかに肩って動くの。ずっと練習してるんだけど。バキバキ言う。無理。え、見た。え、よかった。そう。アイドルめっちゃよかったよ。え、運動不足。え、ちょっと見てくださいよ。紅白見てない人は、私がよかったなって思ったのは、特にね。どこも良かったけど、やっぱ夜遊び、アイドルやばかったよ。だってさ、めっちゃ頭いいなって思ったんだけど、演出家。そういえば紅白ってアイドルしか出てないやん。アイドル集めれば、完璧で究極なセットができると。演出ができると。天才的だったんで、見てください。すごい良かった。もう、マジでアイドル出てくるの。あとはね、アドさん。アドさんすごい良かったんで、重要文化財のね、能のね、舞台で踊る。なんなん？重要文化財の上で踊るって何？ちょっとよくわかんなかったけど、まあ、すごかったんで、見てください。まあ、いろいろありますけどね。あーね、夜遊びが全然映ってなかった。いや、これどう捉えるかだけどね、夜遊び。私はでも、アイドルって曲がさ、めちゃくちゃこう世界的に流行った、その、お祝い？みんなでお祝い感が出て、私はいいなと思ったけど、まあ、人によるな、これはな。しょうがないな。でもよかったよ。あ、そう。橋本環奈ちゃんとあのちゃん。ケンビさ、ごめん。ちょっとルッキズムの世の中で申し訳ないんですけど、顔のいい女が好きやねん。顔のいい女、好きやねん。好きやから、もうアイドル見てて、なんか、圧倒されるよね。顔がいいみたいな。顔がいいよ。あれは。いや、顔いい。なんやねん、おい。あれが可愛いって思えないんだって、もう。ダメだよ、もうそれは。終わりやで。絶対直接会ったらもう倒れるから。もうありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう